目の代表者にご登壇していただきましょう。盛大な拍手でお迎えください。エニワペニガラスジュニア、エジェックキッズ、以上3チームの皆さんです。それでは各チームの代表者にお話を伺いたいと思います。まずはじめに劇団フルーツバスケットジュニアの代表者は前へお進みください。それでは代表の方にお話を伺います。まずはじめに今日踊ってみた感想をお聞かせください。まず一番に思ったことが、楽しかったなって思いました。なんか練習とか辛いことたくさんあったけど、みんなと一緒に踊れて、お客さんに3年越しに笑顔を届けることができて、すっごく幸せでした。3年間よさこいはなかったですけど、そのなかった中3最後の演舞を出られなかった先輩方の思いを背負ってできたかなって思います。ありがとうございました。少しお話聞いてもいいですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。続けまして、今感謝を伝えたい人は誰ですか？もちろん劇団員、高校生の劇団員と今まで教えてくださった先生など、それとサポートをしてくださったお母さん方に感謝を伝えたいです。練習の時とか来てくれてすっごく助かって本当にありがとうございました。ありがとうございました。そんな思いのこもった素敵な演舞を本当にありがとうございました。元の位置にお戻りください。続いてエニワ・ベニガラスジュニアの代表者は前へお進みください。それではお話を伺います。まず初めに演舞を終えての感想をお聞かせください。私がベニガラスジュニアとして踊るのは最後の舞台だったんですけど、8人で3年ぶりの舞台に立ってベニガラスジュニアらしい演舞を皆さんに披露できてとても楽しかったです。ありがとうございます。ではこれから結果発表ですが、どんな気持ちですか？大賞を取りたい気持ちはもちろんですけど、悔いのなく踊れたので、それではエジェックキッズの代表者は前へお進みください。それでは代表の方に話を伺います。はい、まずはじめにここファイナルに進出した時どう思いましたか？私は中学3年生でジュニア大会に出るのが最後だったので、とても嬉しかったです。はい、ありがとうございます。それでは今日の演舞の感想をお聞かせください。今までの練習の成果を全て出すことができました。とても楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。とてもアクロバティックな演舞で素晴らしかったです。ありがとうございました。
チームとも本当に素晴らしい演舞でした。皆様もう一度大きな拍手をお願いします。さあここで審査結果が到着しました。さあこの3チームの中から今年のよさこいソーラン祭りジュニア大賞が決定します。ソーラン祭りジュニア大賞はエジェックキッズ。おめでとうございます。ジュニア大賞はエジェックキッズに決定しました。続いてジュニア大賞の発表です。ジュニア大賞は劇団フルーツバスケットジュニア。おめでとうございます。続いて優秀賞の発表です。優秀賞はエニワベニガラスジュニア。おめでとうございます。